フランシスコ・マヌエル・ブランコ。フランシスコ・マヌエル・ブランコは、スペインの修道士、植物学者である。フィリピンで伝道を行い、フィリピンの植物についての著書で知られる。レオン地方のナビアーノスデアルバで生まれた。聖アウグスティヌス修道院の修道士であった。フィリピン、ルソン島のブラカン州のアンガートに赴任し、その後フィリピン各地で伝道した。最終的には、マニラで修道士の代表となった。マニラで没した。ブランコは最初のフィリピンの植物の包括的な著作、フィリピンの植物を表した。1837年と1845年に刊行された最初の2版は図版が付けられなかったが、セレスティン・フェルナンデス・ビアーラによってフィリピンの植物画家、レジノガ・アルシアラが描いた図版を付けられた版が、ブランコの死後の1877年から1883年にかけて出版された。カール・ルートヴィヒ・ブルームによって、ハエモドルム科の種、ブランコに献名された。ブランコは植物の学名で命名者を示す場合に、フランシスコ・マヌエル・ブランコを示すのに使われる。ありがとうございます。